全体の構成は大きく分けて2部形式、それぞれ16小節ごと。まず A の部分ですけれども、8小節 ×2 という感じ、ハーモニーの流れ、その展開とこのメロディーの動きというのが一致するポイントというのをご自分の中でしっかりと感じて見つけなくて、ここからメロディーが左手に移りますね。アーフタクトというところは前半の A と同じです。プレリュードの6番たくさん見つかりますね。左手がチェロのように自由に歌える、そういったフレーズ感というのをレガートの中で作れるようによく練習。この2カッコに進むときには、例えばウナコルダを踏んだりとか、ガラッと雰囲気を変えてもよい。